2016年の僕の一押しメガバスルアーはこのナックル LD、まあ、これですね。まあこれはですね、従来のナックル、まあ、可変リップのついた、ものを、まあいつですね、こう基板リップにして、まあ、ものすごくピッチの速い、まあ、ウルトラハイピッチにチューニングしたルアーです。でフロントフックも超軽量スイベルがついていて、まあ、バラシーがすごく少なくなる、リフティングもすごく良くなるっていうチューンが施されています。で、まあ、あとはですね、これ完全なこうノンラク、音が鳴らないでありながらすごく飛距離が出せるっていう、そういうルアーです。まあ、クランクベイトなんですけども、こうカタカタ動くじゃないですか。なんでハイピッチがいいか、すごい狭いスポットでより多く水を押す回数が多くなる、なんでより強くバスを呼び出すことができるんですよね。1回しか水を押さなかったら1回分の水の動きでしかバスはルアーを見つけてくれない。それが何回も何回も水を動かすと、おって気づいてくれる魚がいっぱい多くなってくると思うんです。だからハイピッチの方がすごく効果的、特にプレッシャーが高くなったりとか水が濁ってる時とかはもうハイピッチじゃなきゃダメなんじゃないかなって本当に思うぐらい、もっともっとハイピッチにしたいなってルアーに対して思うぐらいハイピッチが効果的です。まあ従来そのままでもそう釣れるナックルっていうのを、まあ、ハイピッチに変えたっていう感じですね。で、まあ、実調でですね、まあ、去年の、2015年のバサーオールスタークラシックの、プランの時に、まあ、広い範囲を見たいなと、まあスポット自体はそのここでやるここでやるって全然決めてない時だったので、できるだけ広範囲バス、どんなサイズのバスがどれぐらいのこうエリアに密度があるんだろう、そういうのを見るためにはもうクランクベイトはすごい速いルアーなんですよね。これでちょっと広い範囲を見てみようと思ってやったプラクティスの日に、霞ヶ浦で1500とか1600とかそんな魚が結構釣れたんですよ。まあ、実際その実調でも実績はありますし、まあ、これからすごくシーズン入ってきたらもっともっといいチョコが多分出せるなっていうルアーです。ナックル LD ぜひ使ってみてください。2016年、僕の一押しルアー、こちらエルボですね。もともとソルトで採用してた、LBO っていうベアリングブッシュの重心移動のシステムを、78ミリっていうボディサイズ、小さいボディサイズに、詰め込みまして、非常にちっちゃくて薄いボディなのに、飛距離が出る、でさらに泳ぎ出しが速いっていうのが一番の特徴で、ボートおかっぱりでも、僕はカバーに入れて、でカバーからすぐ泳ぎ出して短い移動距離でバスを誘ってあげるっていう、こういう使い方ですごい他のルアーと差が出ると思うんで、もう一押しなんで皆さんぜひ使ってください。はい、こんにちは。私タツーの、紹介する、おすすめする、メガバスのルアー、こちらバイブレーション X マイクロです。冬かなり、いろんなゆっくり巻いてボトムまで落としてゆっくり巻いて、ですかね、ボトムべったりやつをゆっくり巻いて狙うということで、すごい、この、冬ですね、すごい効果出たんですけど、マイクロに関してはそのゆっくり巻くってことだけじゃなくて、いろんなスピード、リトリーブスピードに対応してくれるので、この後春だとか、もう夏でも、いろんな、まあ、早く巻いてザーッとサーチするっていう時にも使えるし、まあ本当さっき言ったように冬になったらゆっくり巻くことでもしっかり動いて、釣れるということが、いろんなリトリーブスピードに対応するのですごくおすすめです。で、思いっきりフルキャストしてもらうと分かるんですけど、すごい綺麗な、こうくるくるくるって回ったりとかそういうことをせず、スーッと綺麗に飛んでくるんで、空気抵抗がなくしっかり飛んでくれる。僕なんかノイケでよく使うんですけど、ノイケでやっぱり人より飛ばせるって一つアドバンテージになるので、ぜひぜひ使ってみてください。はい、2016年、僕がおすすめする、アイテムはこちらのマグスロール7インチです。はい、まさに、ね、名前の通り、従来の、ね、マグドラフトより、名前の通りマグスロール、ゆっくり巻けるサローレンジであったりスローリトリング対応のマグドラフトです。で使うエリアなんですけど、僕がまあ大好きな、野池であったり、あと仕事場である琵琶湖、そういったフィールドでね、春の早春の浮いたバスを狙いやすいルアーとなっております。ぜひおすすめなんで
どうぞお使いください。私松本啓太がおすすめする、ルアーで、このイーラ自体は2015年から出てるんですけれども、なんで、今私がこのルアーをおすすめするかというと、まあ、今のこの2月、これの時期からまあ大体日照が、どこでも多くなり始めて、それに伴うにつれてバスっていうのを上の方を意識してるんですね。でその上の方を意識しているバスに対して、プラス季節的なところを含めていくと、あまり大きい動きに反応しない、でも表層には反応するっていうところで、このイーラで、この動き的にはもうほぼ頭は IH 系でテールだけこう振ってくれるっていう、もうギョルに近い動きをしてくれるんで、まあ、そこの春先で表層を意識してるけどあまり大きな動きには反応してくれないっていうところで、このイーラのギョル、魚の動きに近いで、かつあまり大きな動きがしないっていう、ちょうどその微妙なところを埋めてくれるルアーがイーラだと思っていて、でこのルアーをお勧めします。で、具体的なシチュエーションとしては、ね、大体のオーバーハングとか、あとは湖に大きく張り出した、タッチとか、まあ、崩落系、その先端に結構バスが行くことが多いんで、まあ、そのところをかすめていくような感じでただ巻きをしていただけると、まあ、それがまあ一番効果的な扱い方かなと思ってます。もしよろしかったらイーラぜひ使ってみてください。はい、私引田聖奈が今年注目しているルアーはこちらです。タイニーシグレなんですけど、オリジナルのシグレはもう昔からもちろん皆さん使っていただいてると思いますが、こちら何が違うか、まずサイズ感が違いますよね。ですごい見た目ももう小さくなってるんですけども、フックもトレブルフックになってまして、でまず食わせ重視のルアーになってます。で、まあ、トップウォーターっていうのがすごい食わせが難しいとか、まあ、ラインのセッティングによっては弾かれてしまうとか乗りにくいっていうのがあると思うんですけど、この、 オリジナルのシグレの釣れるっていう、そのもう釣れ感にさらにちっちゃくして食わせ重視でやってるので、まあ、これは釣れちゃいますよねっていうルアーです。で発売は4月から5月ぐらいに、まあ、ちょっと今ははっきりとは言いませんが、そのぐらいになると思います。ぜひ皆さん使ってみてください。はい、こんにちは、メガバスプロスタッフの中村です。今回は今日は、名古屋のキープキャストで、大阪に続いて、僕の今年発売予定の、新作の10インチ5オンスクラスの、ジョイントベイト、ビッグベイトの紹介です。でこれはですね、もともと、もうそれこそ10年以上前に池原ダムに通っている時に、デッドスティッキング用、その当時ちょっとまあちょっと流行ったんですけども、デッドスティッキングっていう表層で、ほっとくだけで自発的にうねうね動くデッドスティッキング用で、ワンオフで自分が、渾身の思いで作ったウッド製のビッグベイトを、現代風にアレンジというか復刻でプラスチックで、ウッドのビッグベイトと同じぐらいのポテンシャルを発揮できる、リップがついててクランキングにも使えて、冬場の生活性の時には、特に冬場、12月から、3月下旬ぐらいまで、早春までの、特に、デッドスローミドリーブ、デッドスローにゆっくり引くだけでゴッっていう、使い分けで、そこから、魚のモードがスポーニングに差し掛かって一段上のステージに行くタイミングで、ポンプリトリーブで、その時にステイ、アフターになれば今度はジャークであったり、もう秋になれば、通常のバラバラバラっていうクランキング的な使い方が年中これ一つで、デカバスを狙っていけるビッグベイトに、仕上げてます。皆さん、石田です。おかっぱりといえばそう僕でしょう。てことでおかっぱり証券でご紹介したいアイテム、こちらです。ナノボラーレ、まあ、このナノボラーレっていうのがどんなルアーなのか、
まあ、簡単に説明するとフル鉛のバイブレーション。フル鉛ってことは、まあ、単純に考えてもらうと、ダウンショットのシンカーだけ8分の3オンスとか2分の1のダウンショットのシンカーだけを投げたらどんだけ飛ぶか。まあすんごい飛ぶでしょう。すんごい飛ぶんですよ。なんでこのルアーっていうのはフル鉛で2分の1オンスってことで、まあ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 届かない場所はないでしょうっていうのも言い過ぎなんで、実際僕がテストした中でこのバイブレーション、12ポンドプロの12ポンド、そして、タックルは、68M 9が 68M のタックルでビューンって投げた時、見事に 77m 飛びました。まあ、77m 飛んだってことはこの小型バイブレーションで世界一飛ぶっても過言じゃないかな。いやーそれも言い過ぎですね。ってことで、今回このナノボロアレ紹介したいんですが、まあ、普通の薪でも使えますし、その冬のリフト&ホールバーチカルの釣りにも対応できる、そしてめちゃめちゃ飛ぶ、これがねやっぱ一番特徴なんで、まあ、これをまあいい感じにできたんで、もうじきリリースされますが、皆さんよろしくお願いします。